岸田文雄首相や閣僚らの給与を引き上げる法案が17日午前参院本会議で可決成立した首相の給与は都市46万円閣僚の給与は都市32万円増える岸田内閣は増額分全額を自主返納する方針を示しているものの物価高に苦しむ国民の感情を逆なでするような法改正 ネット上ではこういうのは早いなと怒りや呆れる声があふれた首相ら特別職の給与引き上げは人事院が一般職の国家公務員の給与を引き上げるよう勧告しているのに準じた措置採決では自民公明国民民主の3党が賛成し立憲維新共産などが反対した今回の法改正に連動して 国会議員のボーナスも年約18万円増額される今国会の最大の争点となっている所得税減税の額は4万円物価が高騰する一方給与がなかなか上がらない国民が多い中無神経とも思える法案は提出当初から批判が殺到した 今回のスピード成立 2X 9ツイッターなどでは、自分たちが通したい法案はすぐに可決するガソリン減税は法改正に時間がかかるからできないらしい、返納するくらいなら可決しなければいいのにと紛糾民間に波及すればいいけど、大企業だけだろうな、頑張ろうという気力がなくなるわといったコメントも目立った。 以下はネットユーザーの反応をまとめたものです自主返納なんていつでも止めれますからね来月からは返納しないことだってありえるそもそもお給料というのは仕事の対価として得られるのであって首相として何か成果を出したのでしょうか税金を何兆円つぎ込んでもガソリン価格は10円も下がらない物価は上がり続け 近所の安売りスーパーでさえ1.5倍の価格になっている国民の平均給与が423万円でその10倍に当たる年収4000万円ももらってさらに給料アップしたいんですか給料とは別に文通費100万円が毎月もらえ視察と称して海外旅行ができて官房機密費は使い放題こんな 給料アップ以上の恩恵を受けながらまだ欲しいですか一国のトップであるならばまずは国民へ給付をしてからでしょう本当にリーダーシップのかけらも感じられない首相ですやることやって結果が出ていれば大手を振って給与を上げればよい今の日本国株式会社は経営破綻している そんな中、社員、国民の給与を減らして、増税、自分たちの給与を上げるなんて呆れた経営者、議員、たちだ。次回の選挙では自民だけでなく、給与アップに賛成した公明、国民民主の3党には絶対に票を入れない。他の野党の皆さん、頑張ってください。公務員の枠を議員と他の公務員とで絶対に分けるべきだと思う。 この給料アップについて議員を上げないと公務員全体が上がらないという仕組みを変えるべきではないかな。そもそも議員は投票によって決まる。公務員は試験を受けて就業に就く。就業に就く形態も違うし、議員は全く結果が出なくても何もないし、給料アップを同じに考える仕組みに納得できない。 一度やると決めたらどんなに不利益もたらしても議員は実行するし大失敗したら国民につけ払わせるし我々は投票で国民に選ばれたのだを傘に議員もいろいろやっているのかもしれないけどそれより警察消防役所教員などの働きぶりに比べたら議員議員議員の給料って一番下でいい気がする。 そそもそも選挙やる前聞こえの良いことしか言わないし国会議員は別と明記すれば良いじゃんね税金で飯食ってる人は税金上がっても給料増えるのに個人事業主はインボイスや何やらで税負担増で支出ばかり増える一方でさらに年金支払い期間を延長となれば老後も安心して暮らせない時代になりますね 早く政権交代して国民に寄り添った政権が誕生することを願いたいですねまずは皆さんが選挙に参加して投票しないと変わらないことを理解してください政治が面白くないから行かないではなく行かないかな政治が変わらないことを理解してほしいですね本当はアメリカみたいに国民総選挙で総理大臣を決めれば良いのにね 国民から切望されていて元から決まっているトリガー条項は法律の改正が必要で時間がかかるからしないと言っていたのにこれだけ反対が出ている自分たちの有利な法律はスピード可決。返納もいつまで続くのやらおそらく知らぬ間にしれっと返納をやめて懐に入れてるんでしょうね北欧の国では国会議員の給料だけでは飯が食えないため他に本業を持ち ボランティア感覚で国会議員をしている国もあるそのため国会は土曜の夜とか日曜日に行われる消費税は25%と高く国民負担率も60%を超えるしかしすべての学校すべての医療費年金まで全て無料である老後の心配もないため貯金する人は皆無に近いこれはデンマークです それに引き換え日本は立法府の中心である国会議員が自分たちの給料を上げそれを国民からかすめ取った税金でのうのうと暮らしている数億円の選挙費用もあっという間に回収できるらしいこんな国が良くなるはずないでしょう若い人たちは海外の先進国へ行くことをお勧めしますこんな狂った国は他にないことを体感してほしいと思います 日本は島国のため、他国との比較が難しいからでしょう。政治家に好き放題むしり取られている国民です。所得税減税の額は4万円、無神経とも思える法案は提出当初から批判が殺到した。たったの4万円が1回こっきり、かや給与法適用者はその職にある限り、未来永劫に渡り反映され続ける。 今年度以降の増額分を国会議員在職中は将来にわたって返納を続けてもらって民間の救済に充ててもらうくらいしてもらわないと納税者からしたら割に合わない国民には一度限りの4万円減税実態は住民税非課税世帯を隠れみのにした高齢者への7万円の給付による選挙買収一方で岸田総理は年間で46万円 閣僚は年間32万円が永遠に増額される。竹中平蔵氏が庶民への施しと述べていたが岸田総理も考えは同じなんだろう給与アップさせて国民から批判されれば返納するから問題なしで済ませようとする姑息な岸田君返納してもそれが税収として戻ることがなく国庫に貯められるだけ 複数本に返らずこれも財務省の入れ知恵でしょうけど国民からしたら迷惑この上ないこんなことしてるから支持率が下がるとわからないんですかわからないから消費税減税もできないんですよねそもそも一般公務員の給料を上げるのに対してなんで連動してあげないといけないのか 一般公務員の中で下の給料を上げるのに上役も上げるならわからんでもないけど特別公務員なんだから別として考えたらいいんじゃない特別なんでしょで「法でそうなってるから」って言うなら改正すればよいやん改正言うてる議員さんいんのかな